画しているんで、はい、その録画しているかどうかを確認させていただきます。これをなくて、あ、すいません、せいか、あの今日ね本当に Thank you very much for coming. So sorry, I can speak. First of all, I can speak Chinese, but I'm very much appreciate you coming here and to Japan Truck Session. Though you know, next room is a PyCon Taiwan meet, PyCon Taiwan meetup, and next room here to on the Kubernetes days.I would prefer to talk a Kubernetes thing from the on-premise system. Some of you know, I'm a committee on Raspberry Pi things, but I have presented on the Open Source Summit and in many ways on the cloud computing issue. 僕は実を言うと、本業はクラウドコンピューティング系なんで、実はあっちクーバネティスの話をめちゃくちゃしたいんですけど、僕がやったらすごく怒られるなと思って、クーバネティスのオンプレミスのセキュリティの話を向こうでしに行っていいでしょうか、僕が。Can I talk to you on the Kubernetes and security on the next room? I will give a talk about things. Because on the Kubernetes and Docker have security and IP tables. I would like to talk to you about it.I managed this one for you. 好，那我们接下来下一场议程是关于SSHD 的 DDoS。好，那这个也是安全的议题。那因为刚刚已经前几场议程也有人提问到安全的问题，安全问题很重要。那所以我们会在这个时间探讨一下。我相信大家应该蛮常使用 SSHD 吧？应该没有人没有用过吧？不然怎么连到 Linux？所以这个我们今天会对这个介绍一下。那一样，这一场议程是我们跟 OSPN 日本合作轨的议程。那我们可以在这议程主要语言可能会使用英文。那虽然我们刚刚英文、日文、中文都已经出现过了。好，那就是如果你想待会我们也会有 Q&A session。那如果你有任何问题的话，你可以使用中文或英文或日文提问都可以。那如果有互相不懂的地方，我会协助翻译。这样子，好，这样大家有什么问题吗？没有的话，我们就交给讲者。はい、なんか初めは少しあれしたけど、終わりは何分で変わらない、時間ずれてるから、はい、時間ずれてる、最初の段階ちょっと、ネットマインの方で画面ずれちゃったから、20分ずれしてる、20分ずれしてる、でもまあこれ終わりは3、じゃあ12時半で、いいよ、OK、だから30分喋ってみる、30分喋って大丈夫、はい、どうしても休憩で何とかしてみるから、はい、じゃあすいません、Person, he will famous man, this PyCon epic organizer. He will talk at home on the issue of home security issues though. And you can ask him to question about the PyCon epic. So, please welcome, Yoshida-san. Sorry, this session talking in Japanese.But you can ask a question in English or Chinese. Thank you. では、やっぱり座ったので話しにくいな。じゃあ、早いというか、まあ、あれなんで、30分大丈夫。まあ、話します。はい。じゃあ、ホーム SSHD DDoS メジャーズというので、コスプカップでの、発表をさせていただきます。吉田です。セッションは本当は英語でやれると良いんですけど、英語が下手くそなので、日本語で、やらせていただきます。まあ、途中ちょっと英語挟めたら挟みます。はい、頑張ります。はい。簡単に最初自己紹介です。はい、私は、ですね、吉田と申しますが、PyCon JP の、アソシエーションの、ボードのメンバーで、あとそれから、まあ、日本の、コイドラグという、まあ、
日本のローカルな Linux ユーザーズグループとかも所属しています。それから、まあ、東京デビアンスタディグループという、これも日本の、デビアンという Linux ディストリビューションの、ユーザーグループにも、参加しています。で、それから、仕事としてはですね、ミラクル Linux という、これも OS の Linux のディストリビューションの会社に勤めています。名前がサイバートラストジャパンコーリミテッドという会社に名前が変わりましたが、もともとミラクル Linux という会社で継続して、まあそうですね、レッドハットエンタープライズ Linux のクローン互換のディストリビューションを作っています。で、まあ、先ほどもちょっとありましたけど、私そのです、ね、大きな、プライベートで、やっている活動として、PyConJP、という、日本で、Python のカンファレンスをやるという、活動を、しています。でこちらについて、私ちょうど今年で10年になりまして、どういう今まで参加歴だったのかっていうのを簡単に紹介しますと、2013年に PyCon APAC 2023 in Japan というのがありまして、今ここ着てるこの服ですね、この分かりづらいと思うんですけど、これが2013年の PyCon APAC in Japan の普通の一般参加者の T シャツです。はい、ここはで初めて参加し、ただの普通の参加者として参加しまして、それから、翌年、の、PyConJP2024 から、これはいい活動だなというふうに思って、スタッフ活動を開始しました。で、ずっとそれからスタッフを、始めまして、2017年から2019年は、PyConJP チェアということで、このPyConJP の、まあ、一番座長と一番、まあ、ある意味、全部責任を持つ人というのを、やっていました。でその時にいろいろ日本の他の、ミニパイコンですね、日本のミニパイコンですとか、アジア の, あのパイコン APAC とか、まあ、パイコン台湾とかそういうのにも参加したりというのを参加したり発表したりというのをしていました。で2019年からは、PyConJP アソシエーションのボードメンバーということで、これは日本でその PyCon を開くための、法人格ですね、コーポレーションみたいですねがありまして、それの、ボードメンバーになりました。で、今年ですね2023に、PyConJP アソシエーションのこの、団体の、バイスチェアということで、副代表というふうになりました。はい。で、それから今年2023年に、PyCon APAC 2023 in Japan ということで、10年ぶりということで、日本で、PyCon APAC が開催されるという形に、なっています。はい。で、まあ、こういう活動をしてきまして、日本の、このPython のコミュニティですね、PyConJP アソシエーションというこの団体が、PSF という Python ソフトウェアファウンデーションというアメリカの、Python を開発している団体から、表彰されるということが、ありました。2021年に、表彰されまして、この5人、理事の5人、ボードメンバー5人が、表彰されまして、こういう形で、共同で立ってをもらって、で翌年の2022で実際に現地で、こういう形で表彰していただきましたということで、まあ、こういう、コミュニティ活動を通じてですね、世界で、まあ、認められるということも、ありますので、こういうなんか、ね、オープンソースへのコミュニティのへの貢献と、あ、失礼、ちょっと待ってね、オープンソースへのコミュニティの貢献というのも、できるんだなというのを、まあ、知っていただければなと思います。はい。で、PyCon APAC 2023ですね、先ほども出てきましたけど、今年は、東京で、開催しますということで、
もうまあウェブページ等はあるんですけど、まだまあちょっとティザーページにはあんまりコンテンツがありませんが、これから充実していきます。で、PyCon APAC 2023の現在のステータスとしては、トークのスピーカーとしては、募集が終了しています。で、スポンサーはまだ募集しています。で、参加者の登録は多分今準備中なので、その、近日的に近日公開になると思います。あとそれからトラベルグランド、 海外から、日本に来るという、まあ、旅費がかかりますので、それの、旅費の補助、トラベルグラントは、まだ準備中です。それから、まあ、ビザが必要という方もいます。こちらも、まあ、準備してますので、まあ、この辺がオープンされましたら、ぜひあの日本の方に来ていただいて、APAC 参加いただければなと思います。で、じゃあ今発表何もできないのって言ったら、ありますんで、こういうPyCon APAC のこの、コミュニティポスターセッションというので、まあ、Python に関わる活動をしている方で PyCon APAC で発表したいという方がいれば、ここから、申し込みができます。で、まあ、あとはブログとかにもありますので、そっちから申し込んでいただければなと思います。はい、で、はい、で、まあ、やっとこれで、まあ、本題なんですけど長かったで、本題で、DDoS 攻撃を、まあ、食らったという話なんですけど、まあ、こちらはまあ私が受けたあの体験なので、こちらあの体験として、まあ、こんなことがあったというところで紹介をしたいというふうに思います。まあ、こちらですね、まあ、そもそも発端としてですけど、まあ、自宅で私も Linux サーバーとか、まあ、普通に立ち上げているんですけど、それを、自宅サーバーのラズベリーパイの、SSHD を、ルーターで、自宅アクセス上に、公開していますと。で、空いてるポートこれだけなんですね。はい、で、そしたらそれがですね、なんか去年の、頭に、なんかね、あの外部からアクセスできないんですね。外からアクセスできるようにしているはずの、SSH が、アクセスしてもなんか反応してくれないっていうのが数回発生しました。で、なんか変だなと、外からなんかルーター悪いのかなと思って、まあ、自宅のネットワークからアクセスしてもやっぱり SSHD にアクセスできないっていうですね、なってます。で、なんでだというところで、調べ、まずまあログを調べますね。ログ見るとこれちっちゃくてすみませんけど、なんかいろんなところからたくさん、なんか接続記録があるんですよね。たくさんの IP アドレスから来ているのが分かるんですけど、こんなところがあるんですけど、これは、もう知らないところから、たくさんの DDoS 攻撃を起きていて、100以上のセッションがずっとクローズウェイトっていうので、残ってました。で、まあ、とりあえずじゃあクローズウェイトってなってるんだから、セッションが終わるのを待ってるって言ってるんだから、とりあえずクローズウェイトセッション早く消せばいいんじゃないのかって思って、思ってました。すみません、これがディストリ、あの DDoS の、まあ、図ですね。まあ、たくさんのこれサーバー、1台のサーバーがたくさんのマシンからアタックをバーッと食らっているという、こういう図ですね。はい、で、悪い人がどっか中央サーバーで、アタックを仕掛けてる、そういうです。はい、で、とりあえず、の復旧として、SSHD をリスタートしたんですけど、まあ、リスタートするだけでですね、サービス再起動に、ね、数分かかるんですよね。これも遅いよね。普通サービス再起動するの数秒とか一瞬で終わりますよねっていう、数分かかります。で、まあ、取り組んでクローズウェイトを早く消せばいいかなと思って、とりあえず設定変更で、まあ、これは細かいことをいろいろ書いてあるんですけど、まあ、要するに、この辺の値をできるだけちっちゃくして早くセッションが終わるようにしました。ですがですね、これで解決したかと思うべきは、数日後またつながらないですね、はい、でもう一回再調査しました。で、また、100個ぐらいセッションが残ってて、まあ、クローズウェイトは残っててってなってて、これうーんっていうダメだったかって。で、じゃあって言って、BAN4IP というですね、アクセスを、たくさん来たらそれをもう止めてしまうと、 IP テーブルズとか、ファイアウォールで止めてしまうという、
まあ、アプリケーションというかスクリプトがあるのでこちらを試してみたいということで、まあ、世の中にいろいろ例が転がっているので、まあ、Debian 9の例だったんですけど、まあ、この時は Debian 11でしたが、まあ、ほとんど手順は変わらなかったです。 PHP のマイナーバージョンぐらいしか変わらなかったので、まあ、そのままの手順で入れました。でまあ、同じように、まあ、でこれあのパターンマログのパターンマッチで、何か動作させるので、まあ、ログを見てでバン 4IP でそれっぽいログの設定このノットアローと か, なんかコネクションクローズとかフェイルドとかこの辺を拾って、IP アドレスに対して IP テーブルズでフィルターするというのをつけてみました。ですけどこれで解決したかなと思ったんですけどまたつながんないんですね。なん で, でこれ原因ちょっと調べてみるとですね詳しくログを見るとですねアクセスゴートがね分散しまくってるんですね。で、アクセス回数もですねそれぞれ2回ぐらいしかないんですよ。でバンフォー IP ってまあ3回ぐらいエラーになったらまあ止めるっていうのがまあフットフォルトの設定なんでこれ効かないよねってこれでバンフォー IP が効きませんねというふうになっていてでまあエラーメッセージをもう一回再調査したんですけど、エラーメッセージこのですねコネクションクローズドバイリモートホストっていうのが残っていて普通これまあね文字通りに解釈する と,、クライアントが接続をクローズしたっていうだけだと思いますよねっていう思うで他の意味がこれはあったんですね。これねこれは、SSHD のちょっといろいろ設定を調べていったらですねこの MAX スタートアップという設定がありまして、これいろいろここ結構めんどくさいんですけどデフォルト10、30、100となっていて、非認証な接続がまあ10を超えるとそれ以降の接続を 30% の確率で拒絶して100件に達した場合はそれ以降の接続をすべて拒絶するという設定になります。で、普通、この非認証な接続が10個もということはほとんどの環境ではありません、まあ、ほとんどの環境ではないというのは今回は食らったので、これに該当したんですけど一度に100件とか来てるわけですね。そうすると100件来ると SSH の接続はそれ以降は止められあの できなくなりますということになります。はい。で、これを検知できるのではっていうので、まあ、ログを検知するスクリプトを、探して、流用して、まあ、この辺はちょっと細かい話なんで、まあチェックしてみます。おっと、なんか電話が来た。で、まあ、システム D に組み込んだりとかしていました。で、まあ、ログが残ったんですね。こんだけ結構アタックが来ているという、はい、これが、なんで、このスクリプトが動作した記録ですね、はい、結構すごい勢いで、まあ、1日10回とか20回と10回かあの動いていました。でこれでうまくいったかなと思ったんですけどまた数日後ですねまた繋がらないんですねでまたちょっと現象をちょっと再調査したんですよ。そしたらですね今度はねネットスタッドを見てもね残りのセッションはありませんでした。でうんと思って現象違うなと思って継続調査したらですね SSHD の、リスタートに失敗していました。はい。はい。で、なんでかっていうと若く見るとこれですねアクティブフェイルド、リザルト、スタートリミットヒットって言っていて、スタートリクエストリピーテッドトゥークイックリー、SSHD サービスフェルトゥーリスタートスタートリミットヒットとかって言ってますね。で、最終的に、セキュアシェルサーバーは、失敗スタートに失敗しましたと。フェルトゥースタートオープンシスキュアシェルサーバーと言われてます。つまりこれどうなんだこれで、スタートリクエストリピーテッドトゥークイックリーっていうこれはですねシステム D には短い時間で何回も再起動が発生すると自動的に再起動を諦める機能があります。具体的にはスタートリミットインターバルの間にスタートリミットバーストの回数だけ再起動が起こるとシステム D は自動的に再起動するのを止めます。デフォルトでは10秒の間に5回まで再起動が行われてそれを超えると再起動を諦めますと
というのがあります。つまりあのスクリプトで、再起動しまくったと、攻撃を食らいまくったっていうことですね、はい。で、まあでまあ、ログにもまあそういう感じのログが残ってますと、はい、結構食らいまくったのがログに残ってましたと。でじゃあこれ SSHD が短時間で再起動しなければいいんじゃないのというので、簡単ですね、解決策は、ログチェックのところで、リスタート終わったら5分待つ以上はい、はい、これで解決しました。でこれがソリューションです、はい、でこれで安定しましたステーブルになりました、はい、でところで、どっからアタックされてたんだろうなっていうのが、あ、動いてほしいだった、調べてました、はい。したら、継続的にこの来ている IP アドレスね、これとかありますね、このアドレスなんだ45.146.165.77って言います、これ何者ですかねみたいなところとか調べ、まあ、他もいろいろあったんですけど、まあ、デラオーシャンとかも来てたんですけど、こういうメインで来たとこういうところから来てたんですよね。ね、カントリーが RU ってなって、なんだろうなと思ったらこれね、ロシアンフェデレーションから来ていまして、はい、そうですね、はい、はい、DDoS の本当の原因は何だったのかっていうところなんですけど、去年の2月ぐらいはちょうどなんかどっかで戦争が起こった頃でしたねみたいなところで、これはロシアからのサイバー攻撃だったんだよねっていうのが、ありました、はい。でまあまあ、ということで思ったより早かったな、20分でバババッと話したんで終わったんですけど、まあ、あと、まあ、さっきのやつね、こういうのがやってますんで、まあ、よろしくお願いしますというところで、はい、あと何かもしご質問とかあれば Q&A でいてもいいと思います、はいはい、吉田さんありがとうございました、はいはい。现场有什么问题吗？因为我看大家应该蛮踊跃的，这一场。对，那提问的话，中文、英文、日文都可以。多分ね、去年の2020年、日本語で。はい、いいですよ。はい、もちろん、多分ね、去年の2月の後ぐらいか、未来のボットネットじゃなくてリプレースされて別のボットネットができてるのよ。だからそれ系じゃないかなって気がする。あ、うん、ロシアもあるけれども、うん、ボットネットがちょうどその辺で流行ったんで、うん、リプレイスかかって、うん、だから多分その辺の影響で来てると思う、うん、ってとこが一つ。あと根本的に解決になってないよね、うん、はい、根本的な、はい、根本的我还是帮在场人翻译一下哦那这位那个会中是问说虽然这边提到俄乌战争，那有可能其实只是它是一个俄罗斯的 IP， 但是其实它是一个班内僵尸网络来打的也说不定。而且其实这样的解法其实没有解决问题。对对，那就是他这样多看看。じゃあ、吉田さん、多看看嘛。はい。はい。ボットネットとかで。ボットネット。あ、そうですね、はい、ボットネット、そうですね、ボットネットで、とかで来ていたという、多分まあ間違いなくそういうので来ていたと思います、はい、はい、あ、はいはい、はい、アビューズネット使ったりとかで、はい、アビューズネットの DB とかでブロックするっていうのはやれば結構防げるかな、あ、なるほど、あ、こういうもうボットネットに感染した IP アドレスのリストとかがあるという、うんうん、データベースがね、GitHub だとかで取ってこれるんで、うんうん、それでやればだいぶ防げると思うです。なるほど、はい、じゃあそっちをした方が根本的な対応ということ。好，最佳翻译一下，就是其实我们是有一种动态资料库是 Abuse Net， 那它可以自动把那个像是如果有僵尸网络这种的东西的话，那它的 IP 会自动更新。嗯，那其实你可以考虑就是把这些 IP 拿来动态下载下来，然后去阻挡这些 IP 位置，可能可以防止 botnet 的攻击这样子。以上です。This talk was about protecting from a DDoS attack for a home SSHD. I'm just trying to compare it to our partner organizations.
face DDoS attacks but on websites. Now I'm curious, I'm not an expert on this. Would the process be the same for identifying and protecting against DDoS attacks, or would it be significantly different? Oh, sorry. My organization has websites that also face DDoS attacks. And this talk was about home, SSHD. I was curious if the process would be similar for protecting website compared to at home. ご質問は、今、話した例は、自宅からの SSHD を守るということになっていますね、はい、で他の方にもウェブサイトを運営していることもあって、ウェブサイトにもこういう DDoS 攻撃に、衰弱、性があるかもしれません、これを保護するためには同じような、手順あるいは対策をしていいでしょうかという、そうですね、ウェブサーバーを、まあ、守るというのでは、もう、この方法も、まあ、参考にはなるとは思いますが、まあ、いろいろですね、もっと多分、オモさんとかの方がそこに詳しいとは思うんですけど、まあ、忘れないと、もう、まあ、インターネット上のも早いサーバーとか、あと、まあ、クラウドサービス、なんで例えばクラウドフレアとかそういう CDN サービスとかで、直接ウェブサーバーが、返すんじゃなくて、そういうクラウドサービスなり、CDN サービスに前に立ってもらって、DDoS を受け止めるというのが、まあ、一般的な対策だと思います、はい、OK, so I'll translate it to English. So in terms of website protecting, you may would like to use some cloud service like Cloudflare that you could set then set behind your websites and let them clean your traffic first, and to reduce the infection of that DDoS attacking. So these scripts or protection can be your reference or for your information, but you will be better to use something like Cloudflare or that service, that such as, so you can it can reduce your infection. Okay, thank you. So, 现场有任何问题吗？好，钟声好，我们等一下钟声。ちょっと日本語と半分英語で話しますね。ちょっとこっちタイムある。Please wait. チャイムリーゲン。最初は日本語で、で次に英語で言うけど。この話って、僕もハマったことがあって、同じような内容で。実は、自宅にインターネット放送局用のストリーミングサーバー1個ぶっ立ってるんですよ、深夜。はい、で実は見事に最初、まあ、オンファンだったら分かると思うけど、ディフォルトのままアイスキャストを開けまして、で どうなるかというと、何が起きたかというと分かりますよね、はい、ものすごい勢いでアタックを食らったんですね。でアイスキャストの仕様って困ったことに、 HTTPS って、基本的にリコメンドされないんですよ。 HTTP をコンパイルすればできるんですけど、リコメンドしないって書いてあるんですよ、あいつらね。だからできないんですよ。だから対策はポート変えるしかなくて、でも最初ポート変えると少しはいなくなるんですけど、着火しある程度分かってくるとまた来るんですよ、やってくるんです、着火し。なので実を言うと、ここら辺って本当に難しい。でかつ僕の場合はじゃあどう対策したかと、まあまあ結局ラスパイだけなんで、フェル2版で1回やったんですけど、今度フェル2版が結構重いんですよね、あれがまたラスパイのリソースの中では。フェル2版がかかると今度は重くなっちゃって動かなくなるんですよ。なのでもう結局最終的にはもうやられてもいいという形で置いといて、ポートだけ変えるという対策に戻しました。本当フェイルトゥーバーを動かしたら本当すごい勢いでやっぱりログ上げやがって、でご存知で結局基本的にはさっきオンさんの言ったことも僕聞いてて、あその通りで基本的にボットなんですよ、アイフのね。だから結局そこ
IP ブロックしたときは次の IP に来上がるんですよ、あいつら。なので結局は意味がない。なので結果的にはどうしてもうこの手の対策はもういたちごっこになってしまうところがあって、傾向的に難しいな。だからうまくここら辺はもう個別ごとに対策していくしかないなというのが僕の考えです。あ、sorry, I mean, and this English, and I discussed with the security specialist on Facebook and about and the issue and the home server, and actually I have a server to do and the internet and the radio servers on your finger IceCast 2. You know, IceCast and do not recommend the HTTPF use. Of course, and you can see on the web page in IceCast, and you can compile on the HTTPF based on the web, on the IceCast, but no, do not recommend the use. You know, and the default port is 8000, but and once opening 8000, and many crackers attacking the 8000 port. So first of all, I use the fail to ban, you know, fail to ban and security application to and the whole web server to and checking and something like a bot crawling and bot pattern to and so and. Bound to and to a and from a server, but it is not so right application, you know, and I use the Raspberry Pi Hobby and 80 gigabyte type, and using Hobby, but it works for heavy and on my Raspberry Pi. Of course, I should not use it so SD cards, but not it was just not fine. So my idea is protecting my streaming server is changing the port. Setting IceCast XML, you can change the port and the default is 8000. You can change it for example, 20,040 or whatever, the port and to hide the server. But and once you can hide server once, but and after that whole file, for they found and server by crawling, you know, for they attack again. So I checked my web server first and checking first log for and changes my IceCast port to protect my server.应该不用再用中文再讲一次，不然我们蛮多时间。基本上，这种东西哈 ，DDoS attack 基本上是解决不完的啦。那像 Ota 桑或者是他之前都有先使用过 fail to ban， 因为 fail to ban 就是非常常见的，就是挡 IP 的服务的服务。但是其实 fail to ban 有很多不足的地方，所以其实刚刚有提到 HTTPF 或者是其他的套件，你其实都可以使用，但是基本上没有办法最终完全解决问题。对，那我个人自己的经验是，因为我们公司也是有 web application， 然后一定也是有一堆人会这样子攻击。那我们的做法是，还是透过云服务去清洗流量。对，因为你自己做云这个流量清洗的成本，一定比这些云服务公司还要来得贵的很多。首先，你就没有那么多的 edge 可以去做流量清洗。对，然后你自己 ban 的话，那个清单也可能不完整。那其实你与其自己在那边浪费心力去做这些清单，不如直接交给云服务。对，这个东西在付钱上还是比较便宜的，所以如果有能力的话，其实是可以考虑这些云服务的。じゃあ最後に自分の意見を提出したいと思います。さほど重要なデータに内蔵していると思いますので、こういう対策をし、向こうも対策し続けているということになっていますね。だからこう自分からそれを対策するよりも、何かクラウドサービス、例えばクラウドフェアとかってご意見をいただいたように、これを、トラフィッククリーニングということを任せて自分より防ぐことよりは安いと思います。そして楽になれると思います。だからこう
問題は解決していないみたいなんですけどで、こういうカーサービスの力を貸せば、何度かなるかもしれません。はい、以上ですこれで解決重要です。じゃあ現場还有没有什么其他问题可以用中文或英文或日文提问这个如果大家以后有在这个进行这个 Web 服务的话，你一定会遇到这种事情的，所以大家可以先研究起来。其实今天是 SSHD 的机制，但是任何往外开放 Port 的服务都可能会遭到此类的攻击。其实最好的方式就是没事不要往外开放。对，其实啊，どんなサービスでも SSHD でも Web サービスでも、例えば公開できているサービスならこういう攻撃を受ける可能性がありますので。攻撃 しない方が、いいということになったら公開しない方がいいです。必要じゃなければ、公開しない方がいいということになればこれが解決策に なれるかと思います。はい、以上です。那我们现场还有没有问题？まあ、そうですね。はい、他の方法としてちょっと、まあ、例えばこれはもうしょうがないんですけど。クラウドサービスとかだと外に公開しないで中に直接なんていうか SSH が入れる裏口みたいな、ね、方法でアクセスすることができたりとかしますし似たような絶対他にアタックされないサーバーにその他のマシンの SSH の口を転送しておくというのもできるので私はそういうのも一応組み合わせては実はいたりします。はい、さすがにちょっと力入れますね。ちょっと大変ですね。はい。はい。就是说，那大概就是这样子。这一段就是说，他也是有用一些云服务在组合自己的这些服务。但是如果有机会的话，大家还是可以就是去下载这些清单，然后去做一些自己的组合这样子。好，那还有什么问题吗？没有的话，我相信大家肚子都饿了。那以上をもちましてセッションを終わらせたいと思います。以上持ちましたが吉田さんのセッション終わります。パイコンエイパックのことで聞きたいことだったら後から深めてとっとといっぱい聞いてください。はい、はい、If you have any question on the パイコンエイパックですよ and he's an organizer on the パイコンエイパック and though you know if the room and the パイコン台湾 meetup but and he well known on this event if you have any question please feel free to ask me ask him. Thank you very much.